はい、どうも、たくみです。プロスピエースやっていきたいと思います。ということで今回なんですけども、こちらの方ですね、契約書類が、また溜まりましたので引いていこうかなと思います。今回ゴルチ系が何枚あるんだろう、ちょっとあんま分かんないんだけども、30% が1枚あって 10% は1枚で、 S ランク契約書が2枚あったかな、確か。うん、そんな感じで、30が2ですね。で、10が1と。で、S ランクが2という感じなので、22連か。ゴルチキは22連引けますよと。ただ、今回に関しては S ランクが2人確定してますので、ここはでかいですね。いつもだったら 30% とか 10% ばっかだったんですけども、一応 S ランクが絶対は2人出るので、まあ、そこでちょっと何かしらね、狙いの選手だったり当てられたらいいかなと思っております。では、早速とりあえずゴルチケ10連一旦引きますか。あ、じゃあまず一旦2連引くか。2連引いて次から10連2回引いていきますか。はい、行きましょう。まあ、ここはスキップでいいかな。うん、2連はまあさすがに出ないだろうということで、まあ、そのまま、出ずという感じですけども、こっからっすね、10連で。今回 S ランク契約書がなんで2枚あるかっていうと、補助犬のやつと、今回やってるラビリンスの方のボス撃破報酬という感じでございます。僕ね、1回だけね、 S ランク契約書補助犬あれ1枚だけね、どっかで取り逃したんで、今回1個前のあれかな、フェスタの方で補助犬がゲットできたって感じかな。補助犬がゲットできたというか、補助犬ゲットして8枚になって契約書になったっていう感じです。まあ、なんで今回ですね、まあ、普通に、まあ、全部集めてる人は多分今回はまだ手に入ってないかなとは思いますけど、さあ A ランクは来たかな。まあ、こっから S ランクとか来てくれたらありがたいけどね。まあ、一応セレクションの方は60連引いて、今回はここでストップにしようかなと思ってますので、まあ山田選手ね、欲しいよね。おっ、榎田選手はあれだ、幻突いきますね。さらっといったけど、これはいいですね。 A ランクは何枚持ってたかな。とりあえず今セーブで結構 A ランク契約書引いてますので、さあ、榎田選手1枚か。こっちに入ってんのかな、取っといてはなかったかな。 S ランク持ってたんかな、 S と A。 普通の S が育成してないのが1枚と、ああ、じゃあ幻突1だったんだ元から。なるほど。じゃあそんなにか。まだあと2枚ぐらい出てきてくれたらワンチャンオーダーって感じか。なるほど、じゃあまだまだ道は遠いという感じか。でね、セレクションの話でさっき終わったかな。セレクション、そう、60連目で引いて、結局ね、もう山田選手、まあ、ゲットできてないので、まあ山田選手ほぼ1点狙いになっちゃうんで、まあちょっと今回はとりあえず90はやめとこうかなっていう感じですね。まあ第2弾も来るしね、 TS もまだ第4弾かなもあるし、第5弾もあるからね。まあ3200だからね、狙いというか、狙いじゃなくても90連目は引いてもいいかなとは思うけど、まあまあまあ、ちょっと今回はね、無駄に引くよりかやっぱエナジーを温存しておきたいなっていうので、さすがにね、ちょっと引くのはやめときました。はい、という感じでさらっとゴルチ系10連爆死と、まあ一応20連で A ランクは1枚と。では、10% か、引いてきます。前回は 10% で S ランク当たったんだよね、確か。まあ、なので今回も何かしら当てられたらいいかな。おっと、ちょっと接続がちょっと一回砂嵐になっちゃったんだけど、大丈夫かな。もしかしたらちょっとびっくりするかもしれない。砂嵐になっちゃった。昔のテレビの感じ、アナログの。さあ、そして A ランクは、 A ランクはというか A ランクでしたね。
はい、では 90% じゃなくて90% じゃない、それはさっきの 10% が A ランクが 90% って話、30% か S ランク 30% 引いていきます。1枚目いきます。いやなんかその 10% 30% 3 枚のうちどれか S ランク欲しい。頼む。いやー来ないか。だったら A ランク山川選手とか外選手とかそこらへん。いやー来ないね。なかなか思い通りの A ランクはね来ないですからね。さあラスト、ここ S ランク欲しい。頼む。そうここでね結構 S ランクとか引けてたりすればセレクション第2弾で、ね、どの選手狙っていくかっていうのもねいろいろ変わったりするから、まだ出てはないけど第2弾もね。はい、どの A 選手と、まあ、A ランク初かな、だから一応取っとこうか。はい、では S ランク契約書引いていきたいと思います。まあここで山田選手とか当たっちゃったらね全然嬉しいからね、まあそれはそれで全然 OK かなと。まあ柳田選手だったりとかね、まあ持ってない選手だったらいいかな、うん、でオーダーに入ってくる選手だったらなおかつとても嬉しいかなっていう感じでは行きましょう。誰ですか。いやまあセレクションで出てくる選手とかだったらねまあいいっちゃいいかな、まあそっちで狙わなくて済むから、まあスピリッツはね100低いけど無理して追わなくて済むから。頼む。秋山選手、A ランクは使っちゃったかな、結構前に取っていた気がするけど、まあ、でも能力はね悪くはないと思うんだよね、確か結構いい感じだった気がする。はい、秋山選手72、85、77と、そうですね別に悪くはないというか、この前先発第3先発が追加されたのかな、うん、そうですね、この中では結構ステータス良かったような気がするんだよね、飛び抜けて良かったような気がする、第3先発追加の中では。で球種も6球種あると、なかなかいいよね。まあただ球威型ではないので、もう僕のねオーダーも結構球威型じゃない選手がね増えてきてコンボギリギリになってきちゃったんで、まあ煙突進んでも入ってくるか分かんないかな、まあ入ってくるとしたら菅野選手と変えるっていうレベルになってくるから、まあ、スピリッツマイナス100を取るか、菅野選手のステータスを取るかっていうどっちかかなっていう感じ。まあただ煙突がね絶対進まないはずなので、まあ一旦保留っていう感じにはなるかな。では、S ランク契約書2枚目引いていきたいと思います。いきましょう。誰が来る。負けますし悪くはないところではありましたけどね、まあ、オーダーに即戦力で入ってくる選手が欲しい。もう A ランク結構持ってるっていうところが欲しい。頼む。分かんなかった。西浦選手どこのポジション、センターなんだ、センター、ちょ申し訳ないですけど存じてないですね。オリックスでセンターの枠で出てきたの、でもどうなんですかね。西浦選手と、あ能力はちょっと微妙っちゃ微妙ですね、しかも総力型と、もう今のリーグオーダーは僕はもう結構ミートパワーのコンボを維持するのに結構カツカツなので、いくら煙突進んでも総力型なかなか入れられないなという感じですかね今回。いやーちょっと何とも言えないな。ちょっと秋山選手だけ一応確認するか、持ってないと思うけどな、結構前に使った記憶あるもんな、取っといてたような気はするけどね多少は。まあでもいないよね、もういないですね。 2,3 枚はね前あったけど、まあ、結局なんか請求型とかの選手を優先して A ランクまあ使っちゃってもいいかなっていう感じで使っちゃうんで結局こうなるんですよね。なかなか難しいところですね育成っていうのは。まあ、A ランクのこう取っとく取っとかないっていうのがなかなかねこう
どっちにするかっていうのは迷いどころちょっと使っちゃったらちょっとした後に S ランク出ちゃうみたいな感じで、まあ、たまにねこう A ランク結構持ってて最近結構出てそのまま S ランクも出ちゃったみたいなパターンもありますけどね、まあ、そこは取っとく取っとかないかは、まあ、自分の判断ですかね。はい、という感じで、今回は S ランク契約書だったり、ゴルチケだったり、10%30%、まあ、約30で、引いていきましたよという感じでございます。まあ、今やってるブロスピラビリンス、これ結構ねめんどくさかったね。まあちょっともう動画終わる直前なんですけども、これ今激ヤバでねやってるんですけども、一つクリアするのに15回まであるんで、結構なんか時間かかるっていうめっちゃめんどくさいイベントでしたね。これはね次回以降ねなんかもうちょっとなんか早くなるような、まあ、対策か何かねしていただけると嬉しいかな。1個やるのに激ヤバでめっちゃ時間かかるから、最初ぐらいだったらいいんだけど、激ヤバになるとめちゃめちゃ時間かかれて、ただねストック経験値だけはめちゃくちゃ美味しいっていうね。ストック経験値僕多分これほぼ、あでも2万ぐらいあったかな、2万ぐらいあったとしても11万獲得してますから、今回のイベントだけで。もう全然 S ランク選手レベル1からでも75まで2選手ぐらいいけるんじゃないかぐらいは、今回のイベントだけでねストック経験値ゲットできてますんで、このねストック経験値の獲得を維持しつつ、もうちょっとなんか早く終わるようにしてくれると嬉しいかな。まあなかなか難しいところだとは思うんだけど、まあ、どっちか犠牲になっちゃうね。まあ遅くなって経験値を手にするか、経験値の入手量がちょっと減って、終わるのが早くなるかっていう、まあ、どっちかだよね多分。まあでも今回初めてで、まあ面白かったは面白かったけどね、最初の方は。まあだんだん後半になるにつれて長えなっていうイメージはあったけど、まあなんか新鮮ではありましたね。まあ皆さんどんな感じでちょっとやったかね、よかったらコメント欄で教えてください。僕は一応激ヤバ解放されてからというか、まあ一番上の難易度をずっとやって、とりあえず全難易度の報酬は全部ゲットしたって感じかな。なんか強いで回る人とかもいる気がするけどね、激ヤバでずっと回ってるのも長いからね、15あるけど一つのコストで、まあ、強いで回ったりとか、なんかやや強とかそこら辺で回ったりしてんのかな。まあもう報酬さえゲットしたらもうあとはストックだけだからね。まあ輝く宝箱みたいなのあるけど、なかなかそのまま出てこないしね、もう経験値目当てでもあると思うしね、まあそんな感じなんだろうねまあよかったらコメントで教えてください。はい、という感じで、チャンネル登録コメント高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。